イーゴリ・バレリエビッチ・アンドレイフは、ロシア・モスクワ出身の男子プロテニス選手。ATP ツアーで、シングルス3勝、ダブルス1勝を挙げた。自己最高ランキングは、シングルス18位、ダブルス59位。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。赤土のクレーコートを得意にした、ベースラインプレイヤーである。アンドレイフは歳の時から、 モスクワ市内にあるスパルタクラブでテニスを始めた。この名門クラブは、かつての女子の名選手だったオルガ・モロゾワが、テニスコーチの夫と共に設立したものである。15歳の時、練習拠点をスペインのバレンシアに移した。2002年にプロ入り。2004年から、男子テニス国別対抗戦でウィスカップロシア代表選手に選ばれ、同年のアテネゴリンにも出場した。 オリンピックでは、シングルスは、チリのニコラス・マスーとの3回戦まで勝ち進んだが、ニコライ・ダビデンコと組んだダブルスは2回戦で、イスラエルのジョナサン・エルリック、アンディラム組に敗れた。オリンピックの後、アンドレーフとダビデンコは、クレムリンカップダブルスで、マフヘシュブパシ、ヨナス・ビオルクマン組を3から6、6から3、6から4で破って優勝した。イーゴリ・アンドレフは2005年4月、 バレンシアオープン決勝でダビド・フェレールを破り、男子ツアーのシングルスで初優勝を飾った。この年は男子ツアーでシングルス年間3勝を挙げ、2006年4月3日付で世界ランキングの自己最高位24位をマークした。しかし、2006年4月28日にアンドレーフは左膝軟骨損傷修復のための手術を受け、 半年間の戦線離脱を余儀なくされた。その間に世界ランキングも降下し、2007年全仏オープンを迎えた時は125位まで落ちていた。この大会でアンドレイフワイオン大大会男子シングルスで初めての好成績を出した。1回戦で第3シードのアンティロディックを3から6、6から4、6から3、6から4で破って波に乗り、 4回戦でマルコス・バグダティスを破った。初めての準々決勝では第6シードのノバク・ジョコビッチに3から6、3から6、3から6のストレートで破れた。2008年全米オープンでは全米で初めて4回戦に進出。第2シードのロジャー・フェデラーとは最終第5セットまで戦ったが結局7から6、6から7、3から6、6から3、3から6で破れた。 2009年ウィンブルドン選手権で初の4回戦進出があり、トミーハースに6から7、4から6、4から6のストレートで敗れた。アンドレーフは2013年ウィンブルドン選手権、男子シングルス1回戦で、ルカシュクボットに敗れた試合を最後に現役を引退した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、 R イコール海戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選海戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格。 NH イコール開催なし。ありがとうございます。